黒田和義です今日もごご視聴ありがとうございます今日はジャズの歴史の第9弾ということでですねデューク・エリントについてお話ししていきたいと思いますね元は、えー、ジャズの時代背景で言いますと1800年代に三角貿易、えー、そこから禁酒法というお話は別の動画でしていると思うんですが禁酒法が13年間も施行されてる間にジャズは発展したと言われているんですがこの えー、3カ所ニューヨークシカゴカンザス地には、まあ、マフィアがいたりとか政治家がいたりとかすることによって、えー、お酒の販売が禁止されてたんですがそういうお酒を販売するバーとかそういったお店がたくさんたくさんできていく年なんですね。 えー、ちっちゃい町とかでははなななかかかそういったことはできなかったた。ことでできお家で飲む分には密造、まあ、酒が売られていてお家で少し飲む分には良かったんですけどお店で大手を振って販売できるっていうのはこの3年だったって言われてるんですねなのでこの3年市にいいミュージシャンがどん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 集まっていって、えー、こう発展していくっていうのが逆に言えばジャズとしてはありがたかったという時代背景だったと思うんですねこのオーニーマドゥンが経営している、えー コットンクラブっていうところの音楽監督に就くことによって、えー、ステップアップで駆け上がっていったのがミュージシャン兼作曲家であるリンントンっていう人なんですねで。1938年にベニー・グッドマンがカーネギーホールで演奏していくことによって要は白人が演奏したことによって爆発的に有名になっていくんですがここの流れにすごい密接に関係してる人ですね。 デューク・エリントンは、えーまあ、この写真はすごく有名だと思うんですが、1899年から1974年まで在名してた方ですね。このデュークっていうのを名前と皆さん思いがちなんですが、これ、デュークってのは爵位の名前ですね。爵位は、要は王様から、要は爵位を与えられるわけですが、キングとかエンペラーとか地域によって、えー、の呼び方が少し違うんですが、まあ、王様、キングとかね、エンペラーっての聞いたことあると思いますが。 で、公爵っていうのがデュークなわけですね。で、えー、公爵もこっちの公尺、えー。これマーキスっていう、えー、読みますね。で、白爵っていうのがカウントと R。カウントっていうのと R になるわけですね。R はもう皆さんよくご存知の R グレイっていうのもこの,この R ですね。グレイっていうのもお名前から来てるわけですね。死爵はこれバイカウントって読みます。バイカウントですね。男爵はバロンです。えー、この中でデューク・エリントンっていう、要は ミュージシャンが彼のことをすごくこう尊敬してたので、デューク、デュークって呼んでたので、デュークエリント。これはね、結構若い頃からそう言われて、なんか、もともとその風格のある人だから、みんな友達がそうやって呼んでたみたいなんですね。あとは、えー、カウントベーシーっていうのは有名ですが、ジャズの中ではカウント。これもお名前ではなくて、これも爵位の名前から来てる通称のことなんですね。で、えー、エドワード・ケネディ・エリントン。えー、彼は、デ、えー、ューク・エリントンはここに、えー 皆さんがつけけた称号になるわけですね1899年ワシントン DC にて誕生しますで。一度ニューヨークに来るんですか若い時に。でカウントベースの演奏を見ていいなあんなにもう活躍してとて思ってその時は帰っちゃうらしいんですが1927年にコットンクラブこのアービング・ミルズっていうこうまあいわゆるそのマネージャーですね。このマネージャーと出会うことによってここの契約を勝ち取っていきます。で1933年コットンクラブ契約終了。意外とそんなに長い期間じゃないんですね。 このコットンクラブっていうのはどういうお店かというと、えー、黒人しか出れない出演できない黒人の、えー、褐色の肌を持った女性のみがこうダンサーになっていてでミュージシャンとかそういったこうタップダンスをする人は黒人の男性お客さんはもちろん黒人が入ることはできずに白人だけが入るお店だったそうですね、えー、有名な人だとチャールズ・チャップリンがお客さんとして常連客だったそうです 1933年からコットンクラブの契約終了して、もうここで有名になっていくわけですね。コットンクラブの演奏っていうのは結構ラジオで流れてたらしくて、一般の人が聞くようなものではなくて、上層階級の人は結構もう世界的にエリントの名前を知れてたわけで、で、海外公演とか映画出演をすることによって、どん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 有名になっていくわけですね。1938年、ベニーグッドマガ・カーネギーギホルで演奏、先ほど言いましたが、ここには、 もうエリントンのバンドのメンバーがたくさん入っていたわけですね。エリントン自体は入らずにお客さんとして見てたわけですね。その時に、まあ、エリントンの気持ちってどういうふうだったんでしょうかね。非常になんかこういろんな思いがあったと思うんですが、でもこの後エリントンはカーネギーホルで何回も何回も演奏していきますから。で、まあ、この年にビリー・ストレイホーホンっていう、えーまあ、彼の右腕になっていく作曲家であり、まあ、ピアニストである彼が入団するわけですね。1939年、のアービング・ミルズはやっぱりこう、 ミュージシャンに対してちょっと横柄な態度を取る俺がボスだみたいな感じで態度を取ったらしくてまあバンドとのメンバーとのこう兼ね合いもあって、まあ、決別することにしたわけですねこのウィリアムズ・オレス・エージェンシーっていうのはもうあのアメリカの大手のタレントを扱う事務所だったわけですねだからもう完全にこのバンドはタレントとして扱われるようになったわけですねで1940年にはえベン・ウェブスタージミー・ブラントンというこうまあ 看板メンバーがどんどんどん,どん入ってくるわけですよでジミー・ブラントはまあ短命で、えー、かなり短い期間の所属なんですが、まあ、こういう人たちが入ってくることによってエリントンのバンドはどん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 こうサウンドもリッチになっていくし有名になっていくということですね。<laughs> 1958年に、えー、英国で要はイギリスで行われた「えー 音楽祭にに、招かれてていた時にエリザベス女王と見してるんですね。その時の感動を彼はですね、えー、1枚のアルバムに込めてですねで実はこれプレスせずに1枚だけしかプレスせずに自分が亡くなるまでは、えー、それ以外の、えー、複製をしてはいけないという。 えー、彼の決め事でですね、実際に1974年のあと76年に発売されてるのかな、えー、それまでの間はずっとすごいいいアルバムらしいという噂だけが、えー、立ちましてですねその噂だけで誰も聴くことはできなかったアルバムなんですね。こういうのも思うんですね。彼は自分の音楽を自分のバンドを要はが自分の声だっていうふうに言ってたので常にこうバンドを常に抱えていて。 まあ録音するよって言って、録音ルームに呼び出して、ささっと撮っ,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 ってしまったと思うんですが、こんな曰くつきのアルバム、これらが素晴らしいサウンドですね。なので、まず一番最初にエリントンってどんなんなんだろうって聞くんだったら、この辺がいいのかもしれないです。これ、ビッグバウンドサウンドをすごく楽しみますね。1962年ぐらいになると、もう彼はこう、 要は、新たなジャズがですね、どんどんモダンジャズになってくるときの、モダンジャズの新進気鋭の若手たちと共演するっていうことをやり始めるわけですね。なので、こう、ジョン・コルトレーンと共演したアルバム、えー、有名なのがインナー・センチメンタル・ムードだが、彼の2、えー、人で演奏したのが有名ですね。えー、コルトレーンが、えー、と何回も何回も曲を取るっていうね、このシチュエーション、 この当時やっぱりこうパッとアドリブなので2、3回撮っていいのを選ぶって感じだったんですがじゃあもう1テイクいきますかってコルトレーンが言ったらエリントンが何言ってんだもうすべて喋ったじゃないかだからもうこんなの撮り直す必要ないよっていうふうに言ってあ、コルトレーンはこれから何回も何回も撮るっていうのを悪臭なんだというふうに気づいてですねそれからは本当にあのテイクを重ねないように録音していったっていうふうに言われてますがえコルトレーンがそんな感動を受けた演奏ですね共演ですね マネージャングルはマックス・ローチというドラマーとベースの、えー、チャールズ・ミンガスという人が、えーまあ、みんなもエリントンの大ファンなわけじゃないですか三人のトリオの演奏なんですがものすごいこう新しい感じの演奏ですねエリントンがもう本当にこう暴れ回ってる感じのなのでこうビッグバンドじゃなくて、えー、コンボの演奏が聴きたい方はこの辺のアルバムがいいんじゃないか えー、1966年には極東組曲といってですねこれ「アドリブ日本」って言って日本に行った時のなんかねこうピアノを琴みたいな音にた例えたりとかしてこう使ってるんですがちょっとこう僕らの日本のイメージからはちょっと違うかもしれないですが、えー、極東組曲っていう曲、えー、こう組曲のこのビッグバンドのアルバムがあります。この辺がやっぱり番有名ですね あとは、彼の生涯のずっと、こう、テーマである、ブランクエンドタンベージュですかね。えー、要は、えっと、黒い肌、えー、日焼けした肌、えー、ベージュの肌っていうことでですね、えー、彼のその黒人としての、えー、なんかその、組曲っていうのをずっと彼はずっと通年でずっと、え、トライしてるので、それはもう結構初期の段階から取られてますのでね、そういったこう組曲っていうのを作るのが、こう、 ま組曲って言ってもクラシックの組曲みたいではなくて、いくつかの曲で、まあ一つのテーマで何かを作ってるっていう感じなんですが、このクラシックでいう組曲とはちょっと考え方は違うみたいなんですね。で1974年で死去するまでにずっと活躍されてたということで、えー、今もですね、 えー、マーサー・エリントンっていう、えー、お孫さんですねがあの弾いてるバンドとかもありますしまあいくつもデューク・エリントンの光栄が、えー、作ってるバンドがありますがやっぱりものすごい僕らからするとエリントンの曲ってすごいのはですね例えばそのチック・コリアのスペインとかはものすごく名曲だしすごくこういいと思うんですよただねあのミュージシャンがこう上手くなってくると なんか自分のパーソナリティもなかなか入れにくいというか入れれるんですけどどうしてもこうスペイン色が強くなってみんながやってるスペインってあんまりこう誰がやってもその変わりがない感じになってしまう。そ多少は変えれるんですけどなんとなくこう自分のこうパーソナリティが入れにくい。ところがエリントンのキャラバンとかですねエリントンの曲っていろんな曲もあるんですけどシンプルに作られてるので本当に多くの人がこうジャズ のアレンジを施していろんなリズム変えたり、エイドビートにしたりとか、ラテンにしたりとか、いろんなことをするんだけど、でも、エリントンのこうサウンド感っていうのがこうずっと残ったままで、なおかつ本人たちのパーソナリティもたくさん入れられるっていうことでですね、そういったことでものすごくそういう巨匠って感じですね、作曲家としての曲匠って感じがします。というわけで,ですね、エリントンは、まあ、作曲家としてもすごく有名なので、まあ、1900、この、 50年代から60年代にかけてものすごくいろんな、まあ全部トータルそう1000枚ぐらいアルバムが出てるって言われるんですが、まあタレント所得ですし、まあこうかなりの固定数の人たちがもう彼の新婦を待ってるっていう状況だったらしいですね、アメリカではね。だからもう本当にタレント扱いのジャズミュージシャンです。えー、黒人なのにもかかわらず、えー、エリザベス女王に発見できたっていうのは彼はもう非常にこう 感銘を受けてこういうのを作ってるでしょうし、この当時からだとすごい考えられないぐらい成功された方ですが、本当にミュージシャンとしては出て、エリントンの悪口という人は一人も聞いたことないですね。ただ、エリントンの曲って学生の人がやりにくいんですね。なんでかというとですね、カウントベーシーってものすごくたくさんやられるんですね。えー、まあ、 あんまり普段の一般の方は聞かれたことないですが、ジャズのビッグバンドとかされてる人はカウントベーシーはすごくよくやるんですね。ハーモニーが比較的単純なんですね。ところが、エリントンのバンドってどうしても音をぶつけるっていうか、だからこう、全員がホルテで吹くとハモらないんですね。なので、こう自分がこう、ハーモニーの何番目の音を弾いてるかっていうことを理解して、全部音量を調節しながら演奏しないと、なんか広がらないわけですよ。 えー、カウントベーシーの曲はハーモニーが比較的単純なので、なので、こう、みんなが全力で吹いても、比較的その形になりやすい。だから、みんな学生の方は、学生の子たちはカウントベーシーを好むし、まあ、カウントベーシーの方がなんかこう、こう、ストレートに面白いというか、スイングするんで面白さがあるんですが、デューク・エリントンは本当にじわーっとくる面白さですね。なので、こう、ぜひこの辺のアルバムで、デューク・エリントンという人のこう、まあ、歴史を、こう、 1927年からずっとこう活躍されている彼のこのコットンクラブ時代っていうのはジャングルサウンドって言ってトランペットがポワーってなるようなああいうサウンドを主体に演奏しています。そしてこういう、えー、ウィリアム・スモリス・エージェシーに入ってからはどちらかというとポピュラーミュージック彼がやることがジャズのポピュラーミュージックみたいになっていくんですがそういうポピュラーミュージック的なものそして組曲的なものをガンガン作っていく時代っていうのがまあ大きくかけて3つの時代って言われたりしますがこの時代に のそしてこう、えー、コンボでもやってるまあそんなたくさんは出てないですが例えば、えー、ラ・フィッツジェラルドと演奏したりとかまあ要はピアニストとして活動してるものも、えー、ごくごくあります。そんなに多くはないですが、えー、彼の作品の中ではそんなに多くはないですがまあ 出ててますののでそうういっったももを狙ってもらう組曲系かコンボ系かそれか、まあ、こういうポピュラー系かそして古いスタイルの,こうあのデューク・エリントのサウンドっていうのを楽しんでもらえるかなと思います。なので一人のミュージシャンでもこんだけ時代によってサウンドが変わっていくのでこういう,こう歴史ざっくり歴史をやりましたけど一人のミュージシャンを追っていくっていうのは非常に大事ですね。で自分の好きなミュージシャンを見つけてその自分の好きなミュージシャンの好きな時代とかでいろいろ掘っていくっていうのは面白いかと思います。 えー、本日は以上になります最後までご清聴ありがとうございました今日も最後までご視聴ありがとうございました今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方はいいねボタンを押してくださいチャンネル登録の方もよろしくお願いします私のメールマガジンがありますので詳細の欄から URL がありますからそちらで紹介ページの方で是非メールマガジンのご検討ください毎日僕からメールが届きます ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて、毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは、今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。